はい、皆さん、こんにちは。マールちゃんですね。今回なんですけども、今回はですね、まあ、いつも降りてるね、ここ。ここ。まあね、ドローン確定脇のスポットの地下にね、このボットちゃんがいるんですよ。このボットちゃんに話しかけると、なんと、こちら、ででん、小道具に変装できると。めっちゃいいの引いちゃった、最悪だわ。こういう風にね、小道具に変装できるんですけど、今回はですね、この変装を使ってですね、敵を倒していきたいなと。まあ、ハイドするもよしですわ。で、もう敵の近くに、まあ、こっそり近寄って、この後ろから撃とうかなと。で、この姿のまま突撃するもよしと。まあ、今回はね、ちょっとこれで戦っていきたいなと。フェンシングフィールドの方でね、めちゃめちゃ状況してたんで、早速向かっていこうかな。ちょっとね、シャドウでミニットとかカットドラは欲しかったんだけど、回復が出ないな。まあ、しょうがないわな。コストはあんまりやな。ゴミ箱はまあ、もう一発。木箱いいね、これでいこう。これ木箱でじゃあ行きましょう。これ10分登れるかな ?10 分登れんかったら別に回り道すればいいんだけど。さすがに登れるはず。ああ、OK。さてと、この状態でね、何もできないんで、僕ちゃんは。もうね、敵の方に寄るしかありません。行きましょう。やり合ってるねー。その下のところの小屋まで行きたいなー。行けるか?ここの下の小屋まで行きたいんだけど。今のうちやな。ここに隠れるしかないんだけど、敵来たから。案外バレてなさそうやね、でも。案外バレないっていう。ほら、全然バレない。全然バレないやん、これ。そんなバレないことある?はい。100?いいね。ほらな。やばすぎ。めっちゃいるやん。スポーツカー乗れないし。最悪。壊すんだ、この階段を。階段を壊す。よし。家に帰ろう。我が家に帰れ。あぶー。この通りね、全然バレないんです。案外バレません。こんなところにあったっけ?まだ風にならないんで。もうね、いちいち全部の場所を覚えてる人少ないんで。今ね、昔はね、ちょっと流行ってたりしたんですよ。この小道具変装に。小道具に変装して、まあ、なんかハイドするみたいな。最近マジでやってる人いないんで、本当にバレない。マジで。マジでバレないね。よいしょ。回復のデータを探していこう、ドローンで。資材と回復がないと、きついね。今思ったけど。これで、ちょっととりあえず岩とか買っといて、ドローンで回復だけいっぱい取って、ちょっとそれでもう一回小道具に変装していこう。あ、それでね、さっきの時はね、惜しくも取り逃しちゃったんで、次はね、しばきましょう。あ、これでいいね。最高。こういう草系はね、狩られることがあるんで、さっきの木箱とかはね、全部狩る人いないんで、あれですけど、どうだろうな。この草系を狩る人は多いんじゃないかな。いるんだけど。え、最悪。え、待って、何?え、待って、こいつやばくない?どこにいんの?全然わからんかったんだけど、どうしよう。最悪だわ。よっしゃ、リベンジー。もう一回来たぜ。さすがにさっきのままでは終われないでしょ。もう紫ストライクあると。敵来たけど。かわいい。よし。ミニボもらうか、じゃあ。よし。ミニボもらって。ほい。なるほどね。じゃあね、このおっちゃんに話しかけて。お、いいね。上で資材を買ってね、行きたいな。資材はね、必須。資材と回復は。よし。
最悪、忘れてもいい。ジョブキャンセルしちゃった。まあ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 、いいでしょう。おい、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 よし。次のやつ見て、連携しましょう。こっちの家になんかいそうな気がするんだけどな。どうだろう。あれでは。ちょ、待ってよ、変装する前に終わるってこんな。変装してどっかに隠れた方がこの近い。木箱いいじゃん。はい、バレませーん。これね、いちいち場所とか覚えてないんですよ、みんな。よーく見たらね、これ動いてるんで、まあ、ちょっとね、よーく見た人にはバレるんだけど、基本的にはバレない。どういうくんや、音だとか行くか、たるか、また木箱、まあいいでしょう。こっちの方行ったもんな。待てよ、おい、ちょ待てよ。どういくね、おめっとどういくね、マジ。危ない。どうだ、バレたんか。やばいな。バレたー。さすがに見られたらよくないわ。ごめんなさい。すいませんでした。おっちゃん、いいのに変身させてくれ。変身優先。あ、終わっただ。全然いいのに変身できんかった、今。うん、価値か。きついなぁ。よじ登りしてくる？え、嘘でしょ ?100 当てて、今、ポンプ当たってたぐらい。弾抜けしたで、こいつ。ガチか。ジージー。はい、ということでね、やっていったんですけど、ちょっとね、最後のやつ、変身しきれなかったね。最初のやつはまあ、なんかね、ちょっと場所がわからなかったんで、ちょっと、まあ、しょうがなかったんですけど、まあ、ちょっと2回目のやつはね、ちょっと普通に悔しいね。弾抜けしてたらね、ショットガン当たってはいたんだけど、ダメージが出てなかったんで、じゃ、それが敗因かな。まあ、ダメージ出たら多分100ぐらいは出たんじゃないかな、青ポーなんで。まあ、しょうがないですね。まあ、でもね、あそこの、ね、マップで言うと、クエストのところから見た方がいいかな。こっち行って、マップで言うとここやね。フェンシングフィールドとプレゼントピアッツァの間の、この、ドローン工場の、こことかね、こっちのトンネルとかがあるね、地下に入れるんですけど、この地下にいる、このコレクションってところのキャラクターの、こっちか。このおっちゃん。このおっちゃんがね、変装させてくれます。インゴット50でできるんでね、皆さんも試してみてください。はい、ということでね。まぁ、ちょっと悔しいけど、まぁ、今回はね、これで、まあ、納得するしかないよね。まぁ、1発目とかね、2発目とかね、結構ね、やっぱ木箱とかでバレんかったんで、木箱が一番優秀かな、あの中では。まあ、他にもね、まだまだいろいろ出てない変身のシリーズあるんで、皆さんも試してみてください。結構楽しいですということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次回でお会いしましょう。バイバイ。